仕事の疲れが吹き飛ぶほどの癒しとなる愛犬や愛猫のお出迎え、帰ってきてくれて嬉しいと率直に気持ちを伝えてくれる姿にこちらの気持ちも高まるが、出迎えられた私たちは同じ熱量で気持ちを解放できているだろうか。今回はそんな問いを投げかけたくなるような飼い主さんの帰宅の様子が TikTok で話題となった。投稿者の猫と犬と親バカ夫婦ムニピのミルクさんは、帰宅前から早くみんなに会いたいと募る気持ちを抑えられない様子。急いで鍵を開けて家に入ると声色がひょう変し、ただいまパパ帰ってきたよ、パパだよ、やっと帰ってきたよとアピール。対面するとペットたちの名前を絶叫しながら、かわいいね、会いたかった、吸わせてもらっていい、猫吸いしてもいい。